士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。助けてくれてありがとう。楽勝楽勝。わかっ、いいえ、君の、俺はリーユエコー明星祭の、まさか応答団と恩人様。何た、あるも、おや、プレゼント用の箱はない。もちろんさ、店主には俺から言っとく。よかった、愛心。ええ、彼から聞いたわ。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。おお、そうだ。ええ、品物は棚にあるから。旅人、この大きい銅管すごす。これをボール代わりにしてかき混ぜ、できた、唯一無二のアイシングスライム。ここに積み立ての花があるわ。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。ぜひとも冒険者協会に入会を。とっても面白いよ。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。お前って本当にせっかちだな。国政に言われた。こんにちは。はい、数はどうし。それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく。
待ってたわ、絶運のマカロ。わあ、はじめまして。プレゼント。私に？どうも。そんなことないぞ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここから商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてき、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今や、そしていつ軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙だから、あなたが何、そしてあなたたちが防御旅館に、まさかオーナーって七世？違うわ、防御旅館の者全員、奇襲機のところで。ずっと上で見てたのか。地獄の働きよ。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのも分かる。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて、テイワット大陸に残った七人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、古雲閣は見えるかしら、岩の槍の下には魔人だけでなく次の元神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。新たな時代でもリーウェ七あの日のこと、あまり七星の敵は、だから私は先祖の亡き、その敵。さあどう思う？ああ、謎謎。正解よ。外の景色。このスライムは塩コショウで、やっぱりニンニク味がいいかな。暇なら暇でもいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。
このスライムは塩コショウで、やっぱりニンニク味がいいかな。暇なら暇でもいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。お菓子でも食べて一息ついたら？一皿持ってきたんだよ。楽にして。いいのか？ええ。ここに招待。ん？あら。講談師が言ってたんだ。その壁の紙はみんな欲しいってさ。その壁には、リーウェの秘密でも旅人。できれば、もし。気の強すぎる彼女が七星になっても、千人の時代は終わった。私の心にあった迷い、確かに。て、ええ。情報を封鎖し、亡骸を隠したのは、ケファリュイは、帝君の死を、操船儀式を許可したのも。もう、そうだ。構わないわ。手土産をあげたら、お返しがもらえるって聞いたけど。あなたたちにはたくさん迷惑をかけたもの。やったー。待って、あの壁にある紙切れだ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れは、それが丸々1ペン選ぼう。一番
ん？選ぶまでもないな。一番大きいページは一番目立つ場所にある。ふむふむ。ん？丸をつ金器滅却お宝。ファデュイが金器滅却のふ、もうファデュイ。でも金器、そういえばお前、え、そうなのか。じゃあやめた。ふむ、つまり行幸への不信感が。うん、でも勝利と合流する前に。こいつはどうだ？おとなしくしやがる。これ。おとなしくしやがれ。お前。これ。やっ。
私は精神と共にあれ。おとなしく仕上がる。この瞬間、お前は永遠を手にする。私は精神と共にあれ。動くべきだ。そろそろ万文集社の新刊に浮かべたな。ついでに行ってみないかい。なるほど。次回お楽しみに。うん。そろそろ万文集社の新刊に浮かべたな。ついでに行ってみないかい。
衣へと事の葉つづる筆先はわらべに帰り思うがままに。なるほど。次回お楽しみに。うん、そろそろ万文集社の新刊に浮かべたな。ついでに行ってみないかい。衣へと事の葉つづる筆先はわらべに帰り思うがままに。明月や夜をどっぽす傍らに悪龍罰すもまた一興。
神様の剣はもっと落ち着いているもの。どうすればこの杭たちを同時に破壊できるかな。残念、壊すまでの感覚が。どうすればこの杭たちを。残念、壊す。どうす。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。この剣はわかるかい。こいつはどうだ。うわっ、うわっ、くそ。きれいにしませんと。おとなしく仕上がる。クオパー、火を吹け。やっ、たっ、やっ、たっ、やっ、ねえ、あ、やっ。話が通じないなら叩くまででしょう。すまん、おとなしく仕上がれ。油断した。これ熱々でしょ。おとなしく仕上がれ。熱々でしょ。
Whoa!